おはようございます。パティシエル、今日のおやつです。今日のおやつはカボチャプリンです。レンジでできる簡単なカボチャプリンです。この時期はカボチャプリンがどうしても食べたくなりますよね。ぜひ、レンジで手軽にササッと作って食べちゃいましょう。まずはカラメルソース作りです。こちらもレンジでやっていきます。お湯をレンジで温めて、小さじ2杯ですね。そして、お水をまんべんなく 砂糖に気渡らせてレンジにチンしていきますレンジでカラメルを作るときは十分注意をしてください耐熱容器でやらないと容器が割れてしまったりとかあとは焦げるのも10秒ぐらい違うだけで全然様子が変わってしまいますまずはこのように沸騰してそこから茶色くなっていきます煙も出てきますし匂いも出てきますこのところでよーくオーブンの中を覗きながらやっていってください ほんの少し焦げ臭い匂いがするぐらいですねそしたら OK です余熱でもどんどん色がついていくので気をつけましょうここで先ほどレンジで温めたお湯を入れてよく混ぜていきます混ぜる前に少し待ってですね跳ねるので,でちょっと泡が収まってきたら混ぜるようにしていきましょうこの時しっかりあのミトンなどをつけて手に飴がついたりしないように気をつけてくださいねものすごく熱いので本当に危険です 容器も急にあの衝撃を与えたりすると割れたりするので気をつけてください。怖いよっていう方はフライパンで作ってくださいね。ここで粗熱もしっかり取れたら冷蔵庫で冷やし固めておきます。ではプリン液を作っていきましょう。まずカボチャですね。これは冷凍カボチャでもいいですし、こんな感じで生のカボチャでも何でも OK です。生のカボチャでやる場合は綿を取って、 皮もです、ね、先に向いてもいいですしもし怖ければあのレンジでチンしてからちょっと冷めたところで剥き始めても OK です。で調味で測ってくださいね種とか皮がない状態でグラムを測ってください。でざっくりと大きさを小さく切ってレンジでチンしていきます。 しっかりと全体が柔らかくなるまでレンジでチンしていってください。なお箸とかで刺して普通にスッと柔らかければ OK です。できたら皮を剥いていきましょう。これはあれですね、暑いと大変なのでちょっと冷めてからやるといいですね。あ、これがちょっと面倒くさいなって思う方はあのチンする前に ちょっと硬くてやりづらいんですけど、切ってもどっちでも大丈夫です。お好きな方で進めていってください。冷凍かぼちゃの場合は、ちょっとここで一回ほくほくになるまで温めれば OK です。できたらしっかりつぶしていきましょう。ではスプーンなどでできるだけ大きさが細かくなるようにしっかり上からつぶしていきます。 手テドマシャとかそういうやつでもいいですねしっかりと粉々にしていってください面倒くさいよっていう方はフードプロセッサーなどにかけても OK ですどちらでも大丈夫なので粉々にしっかりしていってくださいできるだけ粉々にするのが美味しいかぼちゃプリンの秘訣ですそしてここで牛乳を一部入れてよく混ぜていきますだいたい 50g ぐらいですねちょっと少なめに入れてペースト状にしてよく混ぜる感じです しっかりと混ぜていきます。ここでもできるだけ粉々ににになるように潰すよううできたらここに卵と砂糖を入れてよく混ぜていきます。 卵は直接割り入れちゃって OK です。牛乳も混ぜているので多分ここでもう熱々っていうことはないですね。できるだけ泡立たないようになんですけど、やっぱり滑らかになることが最重要なので、よく混ぜちゃって大丈夫です。ここでちょっと手で潰すと結構つぶつぶが残りますね。ここはミキサーにかけると結構滑らかになります。 今ちょっとザラザラしてるんですけどかぼちゃプリン自体はそもそも普通のプリンと比べてまあまあザラザラした食感なので、まあ、気にしないで進めていっちゃいます後でこすのでその時に見ていきましょうしたら牛乳も加えてよく混ぜていきます牛乳は特に温めたりする必要もないです普通に測って入れていけば OK です先ほどの残りの牛乳ですね入れてよく混ぜていきます よく混ぜたら上にどんどん泡が浮いてくると思うのでその泡をラップで取り除いていきましょうの泡の上にぴったりラップを貼り付けて剥がしていくっていうのを3回くらいやりますね1回目は結構こう泡が取れていくので2回目はそのまま貼り付けて少し置いておくといいです1回目はもう結構かぼちゃからもね泡も出てますし 牛乳からも結構出ますし、結構泡が出るので、で泡が焼いている時にちょっと焼けないんですよね。なので、できるだけ取り除くようにしましょう。ここで2回泡を取ったら、こしていきます。これはできるだけ目が細かいザルでこしていってください。粉ふるいを使っています。 結構こう、つぶが残ってますよね。このつぶつぶも潰すようにしてこしていきましょう。しっかりとゴムベラでゴシゴシやって潰しちゃって OK です。かぼちゃの粒もできるだけあっち側に全部通してあげるようにしてください。できたらまた泡を取るためにラップをかけておきましょう。そして先ほどのカラメルですね。カラメルが入ったボウルにバターを塗っていきます。 ゴムベラなどでいいので少しだけバターを取ってこのように塗りつけていきましょう。これは後で型抜きをしたい時に型から外れやすくするために塗っています。では無塩でも油塩でもどっちでも大丈夫です。ほとんどちょっとしか塗っていかないので。カラメルの部分は大丈夫なので側面にしっかり塗っていってください。できたら先ほどのプリン液ですね。 もう3回も取ればだいぶ泡が取れていきます。綺麗になりますね。この状態でよーく混ぜて多分下にかぼちゃが結構残ってると思うんですね。その残っているかぼちゃっていうのを掘り起こしてあげてください。滑らかでとっても綺麗なプリン液になりました。そしたら先ほどの型に流していきます。ここは静かに流してあげてください。とっても黄色が濃くて美味しそうですね。 今日ちょっと雨が降ってるので色が悪く見えるかもしれないんですけどすごく濃厚で綺麗な色のかぼちゃになっていますしっかりと流してすぐに焼いていきましょう電子レンジにかけている間は結構様子を見ていきましょう6分7分ぐらいからですね結構ふつふつしてくるので沸騰しすぎるようだったらちょっと場所を変えたりとかしながら様子を見ていきます 大体この時は6分で場所を変えました少しですね回転させてちょっとムラを防ぐような感じですねお使いのオーブンによって火の通り方とかムラのなり方が違うと思いますで全部で9分くらいレンジにかけていったんですけどその時間も結構ねレンジによって違うと思うのでこの向きを変えてからは結構様子を見ながらやっていくといいと思います結構膨らんできてますよね この感じがすごい沸騰したりする時もありますし結構様子が違って見えます火の通り方もかぼちゃの種類とかそこの部分でも全然違ってくるので様子を見ながら加熱していってくださいそしてこんな感じですねフルフルした状態で、まあ、このレンジから出してるのは見えやすいようになのでレンジから出さなくて大丈夫ですご自身でこのフルフルしてるっていう状態を確認してくださいまだ結構ペタペタ生地がくっつく感じですね そしたら、蓋をして保温しておきます。これね、余熱でではなくて、あの、ちゃんと火を通したかったので、パンとかを保温する40度とかですね。それで20分ぐらい入れておきました。そうするとこんな感じで、まだちょっと指にはつくんですけど、少し固まった状態になってます。ゆすっても液体がない状態ですね。これで完成です。しっかりと粗熱が取れたら、冷蔵庫で。 一晩ですね。冷やして完成です。美味しそうですね。ちょっと表面はレンジにかけたのでヘンテコになってます。お湯につけて周りをちょっと溶かして型から外れやすくしていきましょう。このお湯はそんなに熱々じゃなくても大丈夫です。60度くらいですねで。お皿の上にひっくり返して、この右の方ですね。結構空気が入ってきてますよね。こんな感じで空気が入ってきたら、ちょっとカボチャプリン崩れやすいんですよね。 型から取るの結構難しいので、こう周りの空気を全部入れていってあげてください。ちょっと向きを変えながら、全体をこう剥がれるまで待つような感じですね。結構崩れちゃったりします。型抜きが難しかったら諦めてボールのまま食べちゃってくださいね。そして上手に剥がれるとこんな感じです。まあ、上手にって言ってもちょっと上んところが剥げちゃったんですけど。 まあ、ここのところは上からカラメルソースをかけてごまかしちゃいたいと思います先ほどの要領でカラメルソースちょっと水を多めで作りました上からかけていただきたいと思いますあ美味しそうですねカラメルソースはプリンの味の決め手ですね最後までご覧いただきありがとうございました レンジで作ってもかなり滑らかな食感のかぼちゃプリンになっていますちょっと火のかけ方がね難しくってしっかり火を通しすぎちゃうとザラザラになってしまうので注意をしながらやっていってください5回も作ったんでねやっとうまくいったっていう感じなので最初からしっかりうまくいきたいっていう場合はこちらのオーブンを使ったかぼちゃプリンのレシピでやってみてください